ドリゴトです。どうも、ピザライトです。ライトさん、はい。今回仕上がってますね。もうすぐにでも、はい。できますよ。今回は、キキコーヒー。アイスコーヒーのキキコーヒー。はい。ね、前回が前回いや前回、はい。ゴトさんアップされてから、はい、すごい反響ございまして。そうですね。うちの母もね、はい、あれ見まして、はい。まあ、私、実家暮らしでございまして、うんうん、ご飯をね、うん、まあ、夕食、毎回作ってもらってるんですけど、うん、まあ、うまいんですわ、うちの母の飯はね。うんうん、まあ、食うごとにうまいうまい言ってるんですけど、はい、あれ以降、はい、母が全く喜ばなくなりまして。どうせあんたの、その下でうまいって言われてもっていうことだね、それは。そうなんです。だから、うん、前回のこの名誉挽回にね、なるほど、アイスコーヒーで。この難しいと言われてるアイスで、言われてんのかな。はい。ぜひ、はい、リベンジさせてください。オッケーやろう。バシッと当ててね。わ、はい、かりました。ここはちょっとやらせてください。味覚を証明しましょう。します。オッケー。お願いします。オッケー。今日でもちょっとメガネだからな。この分がちょっと。いやいやいや、違う。いやだってこれ外さなきゃいけないから。視力の分ちょっと味覚もやっぱりね。鼻じゃないから大丈夫でしょ。若干俺これ不利だな。不利って。これは俺は。鼻じゃないから大丈夫でしょ。いきますよ。はい。これいくかな。ん、後藤さんに飲んでいただいたのはこちらでございます。ああ、はい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 、あのね、はい、アイスコーヒーであることは間違いない。そうでしょうね。間違いなくアイスコーヒーです。さっきのフルーツオレではない。これは当てます。お願いします。この深い苦味を、ファミリーマート、正解。おっしゃ、正解です。後藤さんでしょ。いや俺めっちゃ分かったわ。もしテンション上がるわ。マジっすか、すごいな、うん、びっくりした。もう俺今立っちゃって、俺ちょっと視力上がったわ。これいこう。内藤さんに飲んでいただくのはこれでございます。はい、これ、これ普通に当てちゃって大丈夫？大丈夫ですよ。お母さんのね、手前もあるんで。はい。これ、絶対分かりました、これ。はい。うん。僕はセブンイレブンですかね。これが一番。はい、飲みやすかったですね。なるほど。これ普通に当てちゃって大丈夫？大丈夫ですよ。これ、絶対分かりました、これ。はい。ローソン。本当にダメなんだな。セブンイレブン。一番これが俺うまいって言ってたからねえ、まあかなと思ったけど。いや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 、じゃあそれ言えよ。じゃあそれ言ってよ。かなとは思ったけど、まさかな。いや、そんなにまさかでもないでしょ。じゃあちょっとさすがにね、外してばっかじゃまずいんで。元田さっきのこれで。いや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 、ダメダメ。無理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 。なんてよ。さっきのもうダメよ。オッケー、じゃあ今回ちょっと、はい、当てさすわ。お願い。これだったら当たるだろっていう。お願いしますよ。うん。内藤さんに今回飲んでもらうのはこれでございます。じゃあ開けてください。はい。後藤さん、はい、知ってました？コーヒーが来ると思って飲んでた。そういうこと。飲んでた。そういうこと。コーヒーだと思って飲んだ時に入ってきた全く違うものの味。なるほど。麦茶だと思ったらそばつゆだったみたいな。びっくりするぐらい。
口直し、口直し。フルーツオーレ。いや、そうだけど。口直しですよ、口直し、今。口直し。まずは。あ、びっくり。本当にびっくりした。何の味かな。まさかミニストップここまで味がと思った。じゃあこっちもそれなりのもの出しますわ。お願いします。もう瞬発力でいくわ。はい、ごっくんパで、もうごっくんパで、ごっくんパでいくからですね。パッと、はい。これか。これか。これか。びっくりするでしょ。びっくりするね。一発で当てれるようになったんですかね、後藤さんも。ごっくんペで。全部かかってる。全然聞こえる島にならへんやん、後藤さん。後藤さん。うん。YouTube!登録してね。